こんにちは。こんにちは。じゃあ、はい。定期検診の翌日、結果が出ました。ちょっと良くなかった。その文面で言うと変わってるところはもうここだけで、あの前と一緒です。あの盲腸のあたり、盲腸のあたりがちょっとこう、はい、うん、腹膜破裂なんじゃないかっていう。ここが疑いがありますって言ってた。今の治療をもうちょっと続けてみるか、はい、抗がん剤に変えるかっていうところですね。実際は、抗がん剤に変わった方が体的には楽なんですか？聞くかっていうと、それも使うまで分からんから、うん、すごく悩ましいなって、難しいなっていうのは変え時、変え時、変え時が、うん、いずれは必ずもう肛門療法がね、もうこれ以上使えませんねってなって抗がん剤に変わらないといけないけど、うん、で抗がん剤も抗がん剤で、うん、飲み薬の楽な抗がん剤からだんだんこう髪が抜ける抗がん剤に変わっていく、それではどこまでどれを使ってどこで変えるかっていうのは、その仕事のことも考えながら、はい、うん、そうですよね、うん、だったらこれで去年大腸へも転移が見つかり、体重が激減した秋吉さん、自分の中でペースを掴んできているんで、しかし今回は体調に大きな変化がないこと、もう無理かな、来月大きなイベントを控えていることを考え、今のホルモン療法を続けることにしました。どうもありがとうございました。じゃあまた来月、はい、はい、一個ちょっと仕上げます。ちょっと診察結果はあえて息子たちには伝えません。男の子はすぐ心配するからと秋吉さんは話します。とにかくとことん自分がやりたいことやって、いつ来るか分からんけど、その時には自分は悔いなく亡くなれたっていう思ってもらえればそれでいいかなっていう感じで、今もずっと見てるような感じですかね。でも検査あれもいい時もあるけど波があるんで、その時数値が悪くても後で良くなったりしますもんね。なんでそれを信じて。診察結果が悪かった中、なぜキッチンカーを走らせるのか。そこには母として生きている間に実現したい最後の夢があります。子どもたちがずっと一緒にいてやることは多分できないと思うので、子どもたちの友達とかで、あとそこにまつわる人たちが私のことを思い出して笑ってひとときを過ごしてくれたらいいなって、その分記憶に残る、私はいてあげられないけどその分友達がいてくれるんじゃないかと、あの時その思い出が残るなら、それで残ってほしいなっていうところですね。地域の人たち、そして我が子の記憶に残る、それが母としてできる最後の贈り物だと考えています。
まあ、闘病生活が続くので、も今こういう元気の姿がやっぱりもうちょっと見られないかもしれないけれども、だけれどもできるだけキッチンカーに立ってみんなに笑顔を届けていけたらなって思います。ありがとうございます。秋吉さんはこの活動を見て、同じがん患者の皆さんに元気を与えられればと今回取材を受けてくださいました。そしてキッチンカーの色、マゼンタという色ですが、こちらイタリア語で勝利という意味があり、それにちなんでがんに勝つという願いも込められているそうです。